メルセデス・ベンツ SLK クラス。メルセデス・ベンツ SLK クラス。メルセデス・ベンツ SLK クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで展開していた、クーペカブリオレタイプのスポーツカーである。2015年より、SLC クラスへ、名称が変更された。したがって、SLK としては3代目で終了となる。 C クラスベースの2シーターライト8を8オープンカーとして登場。1994年、量産化に先行して試作モデルが発表された。1996年の生産開始にあたっては、カルマン社が生産を受け負った。上位の SL クラス、5代目と同様、バリオルーフをメルセデスの車としては初めて搭載し、ルーフオープンの状態から、作動時間28秒で、 クーペ仕様に変わる。トランク容量はオープン時145リットル、クローズ時348リットルである。なお、メルセデスベンツには E クラスカブリオレが存在するが、こちらは電動式のソフトトップを採用する4シーターのオープンカーである。またダイムラークライスラー時代にクライスラーブランドで販売したクロスファイアは初代のプラットフォームを使用した派生車種である。 CLK55AMG に代わり2005年シーズンの F1 セーフティーカーとして採用された。日本では1997年に SLK230 コンプレッサーと SLK230AMG の販売が始まった。しかしこの年のモデルは前年度からの予約注文が殺到し年度分が早々と完売になったためこの年の注文分は 翌年の1998年に納車という形になった。そのため一時は、ごく稀に出回った新古車が、プレミアム価格で取引されていた。2000年、マイナーチェンジ。SLK230MG が消失し、C クラスや E クラスと共通の3.2リットル V6 エンジンを搭載する。 SLK320 と AMG モデルの SLK32AMG が新たに設定された。また、SLK320 をベースに AMG 製のエアロパーツやアルミホイールを装着した SLK320 スポーツラインも用意された。2004年にモデルチェンジされ2代目に移行した。エクステリアはフロントエンドのデザインが SLR マクラーレンを連想させるものとなっている。サイズは 4082X1788X1298mm。日本では当初仙台では売れ筋であった直列4気筒エンジン搭載モデルの導入が見送られ、新世代の 3.5LV6 エンジン272を積む SLK350 と AMG モデルの SLK55AMG が販売されていた。価格は672から960万円。SLK55AMG は専用のフロントグリルや AMG 製のエアロパーツ、強化ブレーキ、パドルシフト、スポーツサスペンションを装備している。2005年8月、3.0リットル V6 エンジン 272M30 を搭載する SLK280 を追加。 価格は615万円。同時に、SLK350 は722万円に、SLK55AMG は1、50万円に、値上げされた。2006年2月、直列4気筒エンジン搭載モデルの、SLK200 コンプレッサーを追加。価格は552万円。2006年、SLK55AMG2 ブラックシリーズが追加。 世界限定120台で日本へは正式に輸入されていない。SLK55AMG にセーフティーカーに準じた強化パーツを組み込んだパフォーマンスパッケージ受注生産が用意される。また SLK280、SLK200 SL コンプレッサーには大型のアルミイールやスポーツサスペンションを装着したスポーツパッケージ SLK350 には AMG 製のアルミホイール、パドルシフトが装着される、AMG スポーツパッケージが存在する。2010年4月19日、SLK200 コンプレッサーをベースに、デジグノーグラファイトの外反色と、AMG スタイリングパッケージ、18インチ後、トリプルスポークアルミホイール、シルバーペントやインテーク品などを装備した、特別使用車。 SLK200 コンプレッサーグランドエディションを発売限定20台。120万円相当の特別装備を施しながらベース車の50万円高に抑えた。SLK280 は2008年5月のマイナーチェンジより輸入停止となった。2010年後半に約7年ぶりのフルモデルチェンジとして発表され、2011年の正式発売前の数ヶ月間、 一部自動車、雑誌向けにテスト車両が提供され正式発売に評価が掲載された。マジックスカイコントロールなどのいくつかの機能が2010年10月と11月に発表されるという異例の処置が取られた。2011年1月、正式に発表された。エクステリアにおいてはフロントエンドのデザインが SLSAMG を連想させるものとなっている。 2011年5月18日から日本での販売が始まり、まず SLK200 ブルーエフィシェンシースポーツ、SLK200 ブルーエフィシェンシー、SLK350 ブルーエフィシェンシーが導入された。2011年9月のフランクフルトモーターショーで最強モデル SLK55AMG と歴代 SLK 初となるディーゼルエンジンモデル。 SLK250CDI ブルーフィシャンシー c を発表。SLK250CDI ブルーエフィ f シ i ン i e c には、欧州向けの C クラスや E クラスでおなじみの 2143cc 直列4気筒ターボディーゼルが搭載され、最高出力 204PS 最大トルク 51kgm を発生する。ディーゼル特有の力強いトルクのおかげで、 SLK250CDI Blue Efficiency は、7速 AT の 7G Tronic Plus との組み合わせにより、低時速 100km 加速6.7秒、最高速時速 243km のパフォーマンスを発揮する。その一方、ディーゼルならではの高い環境性能を持つ。欧州複合モード燃費は 20.41km リットル。 CO 排出量は 128gkm メルセデスベンツによるとスポーツカーでありながら環境性能はサブコンパクトカーに匹敵するという SLK55AMG には 5461ccv8 最高出力 422PS のエンジンに AMG スピードシフトプラス 7G トロニックが組み合わされ こちらの欧州複合モード燃費は 11.90kmL、CO 排出量は 195gkm。2012年4月20日に3代目モデルの発売1周年を記念し、SLK200 ブルーエフィシェンシースポーツをベースに、トランクリッドスポイラーリップや上級グレードの SLK350 ブルーエフィシェンシーに、 採用されている17インチ10スポークアルミホイール、リアルタイムな道路状況に応じて、常に最適なルートを案内するビックス3メディアを追加した、特別使用車、SLK200 ブルーエフィシエンシー、ファーストアニバーサリーエディションを発売。セットオプションとして、本革シート、ブラックシートヒーター付け、エアスカーフ、エアガイド、アクリル製ピボット式ドラフトストップなどをひとまとめに、した。 レザーパッケージを設定した。2012年5月9日に日本市場において SLK55AMG が導入された。2013年2月20日に2012年4月に発売した特別使用車 SLK200 ブルーエフィシェンシーファーストアニバーサリーエディションが好評につき SLK200 ブルーエフィシェンシートレンドに改名しカタロググレードに昇格。合わせて 坂道発進時の後退を防ぐヒルスタートアシストを装備した6速 MT 車 SLK200 ブルーエフィシェンシー MT を追加。日本市場におけるメルセデスベンツの MT 車導入は21年ぶりとなった。いずれのグレードもより幅広いユーザーがスポーツカーの魅力を楽しめるように、これまでの既存グレードよりも安い490万円台の価格に設定されている。 同年8月7日に一部改良。SLK55AMG を除く、全グレードで、ブルーエフィシェニシーを省いたグレード名に改名すると、ともに、SLK200、SLK350 は従来オプション設定だった、MG スポーツパッケージを、標準装備か、SLK200 スポーツは、スポーツサスペンション、新デザインの18インチ5ツインスポークアルミホイール、等を追加。 SLK55AMG はオプション設定の AMG ハンドリングパッケージのホイール色をマットブラックペイントに変更した。同年10月3日に SLK200 をベースにオプションで人気が高いレーダーセーフティパッケージ、ボスプラス、ブラインドスポットアシスト、プレー、セーフブレーキ、レーンキーピングアシスト、ディストロニックプラスで構成や季節や天候に関係なく、 開放感を味わえる、マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフをはめ、パークトロニック、パーキングガイダンス機能ーフ、ソーラーレッドのアンビエントライト、自動棒まばゆ、ルームミラー運転席、ドアミラー、レインセンサーを特別装備するとともに、ポーラーホワイトのボディカラーにベンガルレッドのナッパレザーシートを組み合わせ、スポーティーさを際立たせた特別使用者、 SLK200 レーダーセーフティーエディションを発売。100台の限定販売である。2014年8月5日に一部改良。グレード体系が一部変更し、従来の SLK200 トレンドにレーダーセーフティーパッケージ、シートヒーター、自動棒まばゆ、ミラー、ルームミラー、ドアミラーを新たに、標準装備しながら、価格を据え置きとし、AMG スポーツパッケージをオプション設定した。 SLK200 トレンドと SLK200 にレーダーセーフティパッケージ、パークトロニック、キーレス号を新たに装備して、装備内容を充実した SLK200 エクスクルーシブを新設し、SLK200 スポーツを廃止。MT 社の SLK200MT は価格を据え置きながら、シートヒーターと自動棒まばゆ、ミラー、ルームミラー、ドアミラーを新たに標準装備した。 2014年8月22日に特別使用車、SLK200 カルボンルックエディション、カーボンルックエディションを発売。SLK200 エクスクルーシブをベースに、ポリッシュ、チタニウムグレーペイントの18インチ AMG を、スポークアルミホイールを採用し、通常はオプション設定となっているスイッチ一つで、ルーフトップの透過率を瞬時に変更できる、マジックイコントロールパノラミックバリオルーフを、 特別装備。インテリアトリムは、ベース車では設定されていない AAMG、カーボンインテリアトリムを採用するとともに、シートとセンターパネルには、デジグのオチタニウムグレーパールインサート、グリーンパイピング付けを施した、ブラックナッパレザー仕様とし、シートのヘッドレストには、カーボンパターンエンボス施された。100台の限定販売である。2015年8月20日に一部改良。 エンジンを2.0リットル直列4気筒、ブルーダークとエンジンである274型に置換するとともに、SLK200 トレンドと SLK200 エクスクルーシブはトランスミッションを即 AT の 9G パラーノックに変更して多段化した。装備面では、SLK200 トレンドは従来オプション設定だった AMG スポーツパッケージを標準装備化するとともに、 熱線を反射する特殊コーティングにより、通常の本ーに比べて、夏のシート表面温度の上昇を抑える、サンリフレクティングレザーや、ヘッドレスト下部から温風を吹き出す、エアスカーフも、標準備。SLK200 エクスクルーシブは従来オプション、設定だった、ダイナミックハンドリングパッケージと、マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフを、標準装備した。なお、 今回の一部改良に伴い、SLK350 とメルセデス AMG SLK55 は販売終了となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。